えー、皆さんこんにちはあやのです。YouTube を見てくださってどうもありがとうございます。えー、っとご機嫌いかがですかうん。私はこの2日、昨日が特に強かったけど、2日ぐらいなんだかすごくなんだろうこのエネルギーはすごく自分のあれがなんかこう変わ,変わるようななんか変容をこう。 うんする促されるようなそんなエネルギーを感じていましたね。だからやっぱりちょっとこう内面も揺さぶられるようなこととかありましたけど、うんまあまああの友人と話したりとかうんしながら。えー 例えばいろんな感情とかいろんな、まあ、偏見ですよねもう固定概念じゃないよ偏見、うん、偏った見方ね、うん、まだまだ自分もたくさんしてるんですだけど、うん、とそれを冷静に見,見たりとか、うん、ある意味こう観察できるっていうかああそういう偏見持ってんだみたいなうーんっていうふうに、まあ、自分を知る一つのきっかけ にななっっっているっていいいるうのは変わったかなと思いますねその偏見とかで自分のバランスがね、まあ、偏った見方というかバランス悪いんですよ。だからそういうとこで乱された自分でそれによって引き起こされた感情によってわちゃわちゃするっていうほどではなくなったかなと思います。まあこれが穏やかさっていうのかどうかわからないですけどうんまあ少しねそういった面では自分も。 うん、気持ちが揺らいでいる時があっても変わったなって感じることがありましたね。はいえー、ところで今日はですねーあのニキシズの話をしたいと思うんですで、えー、とウェブサイトがねアップされたしまあ「Dialogue b e g i n s っていうタイトルでねイベントを3月20日にやりますって告知ページがねもうできてますけど。 あんまりこう詳細についてね話してこなかったと思うしで一体私はどういう心境の変化をねえ子、ー、があったのかとかそういう話をねこポツポツしたいなと思うんですうんと一番最初ねそういったあのコンタクトがさ最初の頃あった時に、うん、誰だろうと思ったんですよね、うんそれで 天の川銀河をね作ったものを大いなる <laughs> ごめんなさい大いなる意志だ言うんだけど意識だってえー、なんか大そうな人来ちゃったなと思ったんですよ、うん、あ私のことを、ね、YouTube でよくこう見てくださってる方とかは分かると思うんですけどは、まあ、初めましての方もねきっといらっしゃると思うから、うん、あの少し説明するとあんまりそういうのでね うわすげーとかキャーみたいな全然そういうタイプじゃない基本すっとぼけてるんですよすっとぼけてるしあんまりうんそういうので、うん、とだ大御所が来たとかさそういうのにこだわってるタイプじゃ全然なかったんだけれども天の川銀河のね創始者の一人だってまあ他にもねうんと うんと他のエネルギーも入って作られてるけどだから今この銀その作った意識体たちでの中でその人気地図だけが一応天の川銀河っていうものを、まあのスペースそのものだみたいな感じだから分離したこともなかったしこうやって人類にねコンタクトを取ったこともないんだよみたいなことを聞かれた時に。 あ聞かされた時にねこう世の中にはさ名だたるチャンネラーがいるわけですよ、うん、私だっていろいろ見せていただいたりとかさ、うん、あのそういう人たちの作ってきた道がやっぱり今こういったものの情報に対するね受け口のひ、えっと、ひひ広がりっていうかさ素晴らしい功績だと思うんですでめちゃくちゃ尊敬してるんですよ。 あの今みたいにチャネリングっていう言葉がさカジュアルじゃなかった時代にチャネラーとしてさメッセージを届けるってどれだけなんかリスキーかなって思うと私はやりたくないよねって思っちゃうんです。今の時代だからやれるけど でやっぱそういった人は、うん、ものすごい努力とかされたと思うし経験に伴ったねそのえチャネリングの質とかさ安定感って言ったらもう半端ないと思うんですよね、うん、あ別にそうなりたいとかいう気持ちがあるないではなくてそういった方のところに降りずになんで私と思ったんですよ。うん、あの変な話ささこう使命感とかさ 人類に貢献いたしますみたいなところがさちょっと欠けてるんだよねうんピンとこないんだよねあのいやそれもそれで素晴らしいのかもしれないけどそのためそのためにそれが私の生きる道みたいななんかそういううん背負ってどうのっていう感覚がやっぱちょっと薄いっていうかうん。 だからさすすごい迷ったんででよねでみんなみんなのあのそういった告知イベントをしようってことになってさええー、と思いながら皆さんにねそうやって紹介していく時にさなんて言おうかなと思って名前も ないしさ皆さんでお付けになったらいかがでしょうかなんて言わ初めての試みですよとか言われてええー、と思って名前も決まらないしなんて言いながら結構ね、うん、うんとなんかちょっとこう何つったらいいのかなしょ,ぼしょぼくれてるようなねところもあったんですよどう,どう捉えていいかは自分にはわからないよみたいなね。うん だけど、うん、とやっぱグループのメンバーの存在っていうのはものすごく大きくて全然ねスピリチュアルのスの字もスターシードのスの字も知らないような人たちと組んでるんですね。でそれが私にとってすごく新鮮だったり支えだったりするんですね。でそういった彼らと準備をしていってでまあコンタクトを取りながらどこまでねあなたの素性を開示していいんですかみたいなことを メンバーが聞いたんですよそしたら「うん天の声銀は作った人だって言ったらいいじゃないですか」みたいに言うんですよ。ええー、本当にいいんですかってなんか変なプレミアとかさ私たちが人類初コンタクトしましたみたいななんかそういうさ、うん、ちょっとなんかやらしい感じになったらね本意じゃないよみたいなことをやり取りしてた時にねいやいやあなたたちだってそうでしょみたいな。最初にキシーズがコンタクトした時に 名前もわからなければ、素性もわからないで、そういったものを聞かれたときに嘘偽りなくえ答えた、そこから信頼関係を築きましたよねって言われて、はいみたいな、<laughs> そうでしたっていう、うん、でそこをね今振り返って、うん、逆に見ると結局自分が特別視してたんだなって思いますね。うん。 天の銀河をね作ったって言ったってまあ自己申告ですからね、えー、そういうふうだったりとかハイヤーセルフであったりうん何でもいいですようーんと明日あるであろうが、うんあのえー、とイエス・キリストの意識であろうがブッダであろうが何でも状態が違う次元が違うっていうあり方が違うだけで。 私たちはすべて同じもともと同じエネルギーを構成していたものだしっていうところにやっぱ立ち返りましたよね。うん本当にそう自分が特別視してたんだと思っていかんいかんと思いましたねそんなわけであの告知ページにも、うん、あのさらりと書いてありますね天の川銀河のね創設者だっけ創造者だっけわかんないけど。うん 書きましただから変に隠してもったいぶるっていうのもそれもまたやっぱりちょっと歪んでるし、うん、素直にねうんと書きまし書いてるしそういうことをお伝えしていく嘘偽りなくお伝えしていくっていうのが一番ね私の中のクリーンな姿勢かなと思っています。うん、あとはね当日ですよ当日皆さんと初めておつなぎするあの当日やっぱね何言うかわかんないんですよ。うん だってわかんない。練習もできないしさ、なんとか台本とかやるような感じじゃないでしょ。だから何が、えー、語られるかは私も分かりませんっていうところですね。そうそうそう、そのね、わからないっていうところで、作業がずっと滞ってたんですよ。あのだからニキシーズは何のために降りてくんだとか、なんで今なんだとか、なんで綾乃なんだっていうね。 あの人に対するクエスチョンというかさ、ハテナていうかさ、で、あの人がやりたいこととか言いたいこともわからないのに、どういった人に告知をしていけばいいのかわかんないよねーみたいな感じでさ、コーヒーとか。<laughs> だけど、ある日違うって分かったんですよ。そもそもも私私たたたちちの姿勢ががンンンだっっんんでですす。よ。違ううてて、い存在に対して うんえー、と彼が言ってくることを待ってるんじゃなくてこっちからあの人の知恵を引っ張り出したりとかあの人のエネルギーを下ろしていく方なんだって思いましたね。うん、だから私たちはこういう思いでこういう現実を作りたいとかこういう意思を持ってるから、うん、そのためにそれをこうなんだろう表現する場をが必要だとか。うん とにかく自分たちの、まあ、いつも散々,散々言ってるどこに意図をしてるかとか自分の意思意識はどこにあるのかっていうそれによって向こうは何でもやりますよみたいなそんな感じなんですよねでそれが分かってからウェルサイトとかああいうのが、まあ、急ピッチで進んだわけなんですよねということはやっぱり視聴される方もうんもちろんねいいと思いますどれどれとかさ えー、何言うんだろうとかそういう興味本位でねあのご参加されても全然いいと思いますだけどうんとそれって聞くことがゴールじゃないですか、うん、へえって言ってどんなこと言うのか聞きたいなって聞いてゴールで終わっちゃうんですよそうじゃなくて要するに自分のゴール設定をねそこじゃなくて、うん、自分は日常でこうこうこういうなんかテーマを抱えているとかうん こんな思いがあるとか、こんなことをしていきたいとかもっと言っちゃえばこんな人間関係を広めたいとかこんな地球にしたいとかさ人には言えないけどそれぞれ秘めてる思いっていうのがあるわけですよね。でそれのために、えー、とニキシーズのエネルギーをねえだってフリーエネルギーだからみんなにガンガンこっちもこっちもみたいなこれはこっちでやるからあなたはそっちでエネルギーの調整してねみたいな。うん。 私たちが肉体があるがゆえに、うん、とこう立ち入れない領域はそっちに任せるからやっといてねみたいなこっちはこっちでやるからねとこっちになんかこう指揮権があるっていうかそんなね姿勢で思いをね持ってうんだニキシズっていうそういった大いなるね創造者とどう関わりたいのかっていう、うん、だからねほんと変な話何度もコンタクトしてたけど。 一方的にね、向こうから話すってことないんですよね。うん、聞かれてもいないようなことベラベラ喋らないし向こうから指示出しすることってあんまりないよっぽどのことじゃないからり,りでも必ずあなた方に委ねているっていうことを伝えてくるし、うん、変な宇宙の知識とか情報とか歴史観みたいなのは、うん、何度かねそういうの聞きたいって言ったメンバーがいたから聞いてみたけど壮大すぎて。 この3次元の私たちの言葉で説明されてもやっぱわかんねえやみたいになったりしてて、うん、で、そんなさ、うん、惑星のストーリーとかそういう宇宙の創成期とかそういう話あなたがもし理解したとして日常何するんですかって話なんですよね違うんだよねみたいな同じ創造主の立場になって今この瞬間あなたの人生で何を作りますか 何を私たち共同で表現していきますかととことんそれを、うん、問われてきた数ヶ月ですね。はい えー、まあ、そんな感じでうん。当日はおそらくうんとえっ、ー、と zoom 回線を使った、えー、ライブ配信になっていくと思います。えー、ここら辺はやっぱりテクニッテクニッシステムわかんないけど技術的なね。そういった問題とかも考えながら決まり次第お知らせしていきますので。うん。 まあ今日はちょっとね、うん、私の、うん、今まであんまりお話ししてこなかったような思いをお話ししました。うん、まあどういうふうに捉えられるかはもうほんと個人の自由だからそれでいいですけどうん決してなんか、うん、なんか いやる意気揚々と私がファーストコンタクターだみたいなそんなところじゃないいっぱい葛藤してきましたっていうこともね、うん、なんか隠す必要もないかなと思ったのでこうやってお話ししてみました。はい最後まで見てくださってどうもありがとうございます。